今日のこのゲーム、昇格がかかった大きな一戦となります。見事勝利を収め、サポーターと歓喜を分かち合うことはできるのでしょうか。この時間はビファーレン長崎対サントス、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームはロンバルディア州ミラノにありますジュゼッペ・メアッツァで行われます。90年以上の歴史を誇るスタジアムです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。長崎、今日は絶対に負けられません。勝負の90分が始まります。スルーパスを出す、中田からキミッヒ、奪います。エジガルジュニオが受ける、裏のスペースを狙う、これはどうだ。ルーベン・ディアス、このボールをカットします。いや、少しいい形になりかけたんですけどね。裏を狙っていきます。お互いのこう意図が合わないでしょうね。これはやってしまったか、オウンゴール。いや、これはちょっと予想外の展開ですよね。北澤さん、今のプレーですがいかがでしょう。まあもちろん精一杯やったプレーの結果ですからね、次切り替えていきたいですよね。さあサントス、オウンゴールで失点してリスタートとなります。まあもらった方としては非常に大きな1点ですし、与えた方としては相手が相手だけに ねちょっと悔やまれる1点になりますけどもね、はい。長崎はこの序盤に先制点を奪いリードする幸先いい展開ですね。リズムが出てきますよね。ラトのボールを入れてきます。ジャック、これは合いません。抜けてくる、ドリブルですね。スルーパスを狙う、シュート、追加点、長崎立て続けのゴール決めてきました。クワンマ、いい位置でボールを受けてのシュート、一連の流れ見事でしたね。そうですね、最後自分で打っても良さそうでしたけど、しっかり周りが見えてましたよね。そこで慌てずにパスを選択して確実に得点につなげましたよね。さあシュート、きたー、サントス1点差に追い上げます。見事なラストパスからのこのゴール、いや素晴らしいですよね。パスを出した方もよくスペースを見てましたし、受け手の方もここに出てくるってイメージがあったんですよね。いいゴールでした。さあサントス、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。いや素晴らしいですよね。流れは来ているので、このまま同点まで持ち込みたいですよね。はい、このボールはカットされます。若原、いやよく止めましたよね。何が何でも止めてやるっていうね、そういう気合を感じるセーブですよね。中田が渾身のシュートを見せてくれました。ここは対応します。さあこのセカンドボール、クワンマ、これはファールの判定。これは合いません。デブライネ、ロベルト・カルロス、鎌田へ、中村、鎌田、中田へ、ファンマと、どうしたんでしょう。鎌田、さあつながるか、鎌田からキミッヒ、さあ中田対応します。キミッヒ、鎌田へ、さあ右へ預けてと、ボールはファンダイ、素早いパスで攻め上がっていきます。さあボールはレバンドフスキへ、積極的なディフェンス。中田、鎌田へ、
アキノ、マテウス、ここはつながりません。裏へ届くかと呼んでいたルーベンディアス、ここは呼んでいました。中心ファールを取りました。渡ります。長崎はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。中田へ、中田、中村俊輔、鎌田、中村俊輔、裏へ出るか、シュート、詰めてきた。これは素晴らしい反応でした。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。増山、このスルーパスは通りません。ラウールへ、ラウール、いやー、同点サントス。ここでスコアをフラットに戻します。いい展開ですよね。これで分からなくなりましたよね。シュート、パスを受けてシュート、しかし決まりません。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。鎌田、中村へ、中村、組み立てながら攻め上がっていくデブライネ、前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。白熱のゲーム。しかし北澤さん、前半はもう完全に点の取り合い、凄まじい展開になりましたね。いや、素晴らしい前半でしたね。お互いに特徴を出し合った前半だと思いますね。いずれにしてもまだ同点ですし、両チームともこの後どう出るかが見ものですよね。ビパーレン長崎対サントス、前半を終え2対2の同点で折り返しています。Attenzione, una sostituzione. さあ、後半キックオフです。ほぼ互角の展開。ロドリへ、中田、中村へ、レバンドフスキ。これは先に触ります。スルーパス、レバンドフスキ、来た、自分で行く、マテウス、ファンダイク、流れを止めます。キミッヒ、中村、ファンマ、キミヒから中村、キミヒが受ける、中田触る、いやー、いい反応でしたね。北澤さん、よく止めましたよね。いい反応でしたよね。今日これが初めてのコーナーキックです。ショートですね。サーボールはレバンドフスキへ、マテウス・ジェズス、奪いに行きます。
ベースを使う。ファンダイク、このボールに触ります。ロドリから中村、チェック厳しい。ボールがつながる。レバンドフスキシュート。L'affluenza di quest'oggi è di 80.607 spettatori. Santos は2本目のコーナーキック。シュート！キーパーこれよく止めましたね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。見事なプレーでチームを救いました。しびき、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。米田、スペースに出す。ルーベンディアス、ここはカットします。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。米田、裏を狙っていきます。シュート。いや長崎、いや勝ち越し、見事なゴール、昇格に近づきます。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。さあ長崎、勝利に向けて一本抜け出しました。ファンマ、スピードアップしたいですよ。ここはこれはチャンスだ。長崎はここクリアで難を逃れます。中田、ラウールへ。サントスとしては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。はい、相手にプレッシャーをかけていきたいところです。ファンダイク、レバンドフスキ、旗が上がっています。オフサイドです。いい攻撃の形は作れてますよね。このまま終わるわけにもいかないですからね。キミヒ、鎌田、レバンドフスキ、さあラウール、おいい形ですよ。スルーパスを狙う。ラウール、レバンドフスキ、ボールはクリア。裏へのスルーパス、これは合いません。ファンダイク、残り10分を切りました。ラウールへ、ここはすぐ奪い返します。エジガルジュニオからフワンマ、さあカウンタースピードを上げたいところ。相手の方が数的優位という状況でしたがディフェンス見事でしたね。ディフェンス落ち着いて対応しましたよね。ファールで止めてもおかしくないシーンでしたからね。長崎としてはこのまま終わりたいところですよね。はい、ゲームの締め方大事になってきますよね。長崎としてはそろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり試合を締めたいですよね。右サイドへ振って上げる。アンドラーダ、ここは抑えました。ラウールへ、ここはつながりません。奪い返します。そして笛が鳴りました。最後を守り切った
手を得ました。3対2、長崎昇格決定です。選手そしてサポーター、最高の瞬間を迎えることができました。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか？長崎としては見事な試合運びでしたよね。昇格がかかった状況でメンタル的にも難しかったと思うんですけどもね、チームとしての強さを見せましたよね。はい、そうですね。スタジアムを興奮のルツボへと叩き込むという試合展開でした。さあ、そろそろお別れの時が来ました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。長崎は次のステージへと駒を進めます。Thank you.